はい、どうも、こんにちは、くらいです。今回ですけども、視聴者からのリクエストで、このリフト大冒険、リフトアドベンチャーと、この飛べマリオ、フライマリオっていうね、この飛べマリオはこれ、ミササビマリオを、から、まあまあ、真似したらしいんですけど、まあ、それと、これ両方やってほしいという声が来た、あったんでね。で、このリフト大冒険の方は結構、簡単らしいんで、できれば下手くそなやつにやってほしいということで。まあ、前さん、ちょっと今日いないんでね。代わりに名人かね。で、上の方を龍馬がやるっていう感じで。しゃあ。いきますか、もう。でも一発クリアで。まあ楽勝やかもしれんし。6番やからな。まあ、そやな。お？おおおおおうわ、一発クリア。一発クリアで。一発で撃沈したわ。まあ、いっちゃん下動かしてない。まあ、なんとか、あの、今のは、あー。積んだわ。まあ、でもこれ、早いな、めっちゃ。早い。この青のドクラ、ほんま早いからね。早いな。でも前のジェットコースターに比べたら全然、まあそれ全然楽勝や思えてたら、あれはむずいな、あれやばいな。おお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 おいったっぽい。見えたってああ、でも、上半あったやん、ほら。うん、あるやん、あるやん。おぉ。おぉ、でかいでかい。おぉ、スターあるやん。マジで、スターあったな、さっき。やばいな。しかも、キラーから発射されたやん、スター。え、これ、下やぞ、下。うわ、来た来たー早い。早かったな。思った以上に早かったな。まあ、誰でもキラーできるようなコースにしてやるな。やったぜ。優しさやな。うん。よやった、いいね。さすが6%だけありますからね、これは。まさかね。じゃあ次、龍馬が。いきますか。でも結構、ムササビの方、長そうやったけどな。てか、長そうやろ。めっちゃ長い。これも長いけど、最長ではあるけど、早いからな、これ、ほんま、ゴールが。アドベンチャー。飛びマリオ。これが難しそうな感じするけどな、マックスで。あー、そうやな、マックスやな。後半なんかすごくなったわけやな。やばないですか。テレサ、後半。テレサですよね。え、そうなん。テレサ抜けてきてるの、たぶん。うわ、まあまあまあ、ちょっとやってみよう、とりあえず。まあでも、名人が4分でクリアしたから26分あるからなと。まあね。とりあえず、量も2分ぐらい挑戦してみて。おっしゃ。無理やったらもう、名人任せるしかないかもしれんわ。おし。あーワンチャン。扉入れんぞ、なんか。え？お？最初は？ウラルートじゃん。最初は？え？なんで？あ、やり直しだし、やり直し聞くようにしてくれたんだ。めっちゃ優しいやん。うわなるほどな。これ難しいよな、でも。おし、メディアやろうか。メディアやろう。早かった。早かったな。ちょっと、なんか違うな。お任せください。何しとんねん。何しとんねん、あんた。ちょっと、窓の外覗こうとしとった。ほんまに。びっくりした。ああ、いや。でも簡単なはずなんですけどね。いや、意外とやで。お中間地点や。当てっておいめっちゃ優しいやん。おー、中間地点あるって楽楽やな。いけいけ。ギョーもう結構、まあ、いけるんじゃない。あ、そうか、V や。うわ !V モンキーや。うわ、出た。まあ、究極ほどではないけどな。まあ、そうやな。まあ、一応 V モンキーやな、あれでも。いや、もう最終ウィリーモンキーかもしれん。ウィリー。そこ羽入ってなかったらもうオッケー積んどるけどな。おおーうまい。なんこれ。何しとん、名人。何したん。ここちょっと分かんないっすよ、これ。え、さっきと一緒じゃん、リフトみたいな感じじゃん。マジっすか。ぽいけどな、感覚的には。これも難易度そんな高くなそうやな。うん、結構綺麗にいくやん、これ。スーって。何しとん。ちょ、見せました。びっくりした。何したの、名人。あれ死なな。あれやで。もう一回。ああ、やらかしたな、名人。やらかし名人やな。マジっすか。やらかし名人。ちょっと、癖でやっちゃいました。しろよ、人。あ、でも、行きます。そう。あお。
そんなここムズないわな。うん、一緒やもんな、ほんまに。確かに。おい。Vモンキー、ここなんなんやろ。よし、乗ろ。P スイッチ踏まんと乗ろ、とりあえず。うわ、あ、もうゴール。いける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 。ワンワン、ワンワンでくるるんやって。ワンワンこっち飛んで。ほら。いけそう。いけるな。うん。くるま。うわぁ、入ったー。結構簡単やったな。うん。意外とやったな。いけました、ね。2、3分で終わったから。どっちもめっちゃ早い。どっちも簡単やったな。だいぶ早いわ。圧勝ですわ。うん。まあ、下手くそは僕でもいけたってことはまあ。まあな。だいぶ簡単でしたね。他のコースを見てみようかな。確かに。なんか難しいコースね。壁もあるよ。フラでもあるよ。ええー、な、面白いよな。あぶ。まさかめの。まさかめ。まさかめのコースケ。頭上注意。Watch your head。ああ、多分見とけ。全然。あれ宅急便。すげえな。まあ、クレーズ多分高いな、全体的に。うん。あ、それ。30% あるからな。うん。なにこれ。ゴールはすぐ目の前。あ、それ意外とおもろいんじゃん。おもろそうやな。これじゃあ、やってんじゃん。よっしゃ、俺これ多分いけるわ。まあ、14% なんでね。14% は絶対いけるわ。まあ、3分ぐらいで。よっしゃ、なにこれ。落ちる。あ、スタート多分勝ちだろ。そうやな、スタートた勝ちやな。この、あれ何出るの。あ、なるほど。あ、もう勝ちやないですか。勝った。今、普通に。勝ちやないっすか。俺別に普通に行ったよかった。なにこれ。ん、どういうことどういうこと。お、これで飛んで、飛んだらいいんか。え、それ、して、して、くるくるいきますよ。あ、ほんまや。入ったところでか。うん。これ、P で、殺せるんじゃないっすよ。で、上があれば一緒で結局もうこれ。やり直しやな。せやん、これ、これ、こうは。無理やで。先行ってん。あれ、ほんまや。あー、なるほどな。この木のこの、無敵時間だけで。いけそうな気もして。うわーい、うわーい、無理やった。なんでなん。ちょっとこれクリアできんのじゃん、多分。いや、いや、いける。うわーい、いった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 。よしよしよし、危なかったわ。ほんま目の前でした。簡単なことだから。いや、よかった。ただこのコースにこんだけ苦戦するやつなかなかおらへんから。もうでも2回ぐらいでいけそうだと思うんですけどね。いや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 、まあな、一発目でいけるやろけどな、普通だった。普通だったらな。ほんま目の前やったわ。これやってみようかな。あ、これやってみんか。マリオ宅急便。何これ。マリオデリバリー。どういうこと。サービス。サービスじゃん。サーバイス。ん、あ、ポーが。ポー持てるやん、ポー。あ、これ持ってけてる。あー、そういうことな。結構めんどくさいんじゃん、これ。何回も。え、入れるのあれ。ん、え、どういうこと、どういうこと、どういうことか。あ、それ積んで、ああ、そういうことか。うぜえ。どんなコースやねん、これ。しかも、おうってなってまいよね。あれ、無理なんすかね。わからへん、どうなの。でも、重なっとうから。あ、いけますね、いけますね、いけますね。あれだるいや、このコース。もうちょい前じゃないてか、全体的に。土管、くっついとかな、入れへん。かまへん、かまへんしょ、まあ。マジで、え、入れへん、やめとこ。まあ、新しい発想であったわな。まあな、確かにな。宅急便？これやってみようかな、気がする。全自動っぽい。ああ。なんとか。あん。どういうこと？なんて読むか分からへんな。全自動っぽいってことは全自動じゃないんやろ。いや、全自動っぽいってことは、ほんまは全自動っていう裏かもしれんね。ああ、そのな。裏を書いてきて。裏の裏やな。ほら、見て、全自動やん、完全に。ほんまや。あのバナやったんか。全自動や。あった。おー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 、やばい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 、猫、なっ、猫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 、終わったこんなこっちゃろうな、思ったけど最後の最後に仕掛けてきたな。なるほどな。ええコースやったわ、ほんま。でまあ素晴らしいな。いいね、2。これ何？Put your head。
なんだ、何がおる上に。わからない。あれは、ジュゲームじゃん。ジュゲームか。はい、というわけで、とりあえず今回はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。あっしゃー。